チーズ。もう一枚。はい。チーズ。あ、加藤さん。ん？今回の猫ダンス、田村さんから伝言で、どうしても、加藤里穂奈さんでこの黒耳の猫でやってほしいっていう。つの願いだったんですか？そうです。いやー、やんなきゃよかったな。叶えちゃう、あげちゃった。叶えちゃった。叶っちゃった。プライベートで何でもやるから。もっとやっちゃう？もっとやっちゃう。服も着替える。